センズ。はい、どうも、グラブの犬です。おはようございます。あ、なんでだ。はい、ということで、今日はね、冒頭でも見せましたけど、ペング焼きそば激辛マックスということで、食っていきたいと思います。じゃあ、これはもうね、辛いらしいね。だからやっぱりいいって絶対、はい、これをね、二人で、まさると早食い対決と早食い対決していきたいと思うんですけど、はい、いけるこれそもそもいけるやろ、わからんけど。うわっ、えマジで。いや、やばいってこの匂い。しかもだってさ、あの、こっちさ、これね、何入れた？こっち七味とラー油。バカやバカやもうそんな無理やろ、まあ、どんな感じかっていうと中はね、はいはいはい、ね、これ普通のやつなんですけどね、見た目はね、そこまで赤くない。ワンチャンいけんじゃないかって思う、うん、そんな辛くないんじゃない、人生が終わるほど辛くないっていうとこですよ。これはもういける。4秒。4秒。いやいや、お前さ、いやいやいや、そこはちゃんと答えよ、ちゃんと答えよ。まあ40秒ぐらい、遅くてまあ4秒かな。遅くて4秒。普通のサイズってな、どんぐらいだっけ。普通のサイズ、普通のサイズマックスは13秒とか14秒とか、はい、あの、マックスでかくて42秒。42秒やった。40秒だ。バカやん。いや、バカやん。これタイムを測らんでから、はい、あー、ちょっと怖い。素直に怖い。辛いもん、匂いが。いや、だってうまいね。これ、よく入らん。絶対違うけん、匂いということで、早食い対決、マセルバスス、雄大、よーい、俺が押して、もう、お箸持ってスタート。お箸持って、マセルが上げた瞬間に行こう。よーい、スタート。これやばいよ。やばい、痛い。よく食ったね。いやー、タイムの方は、タイムが1分35秒の勝ち。手がしびれとる。俺は口が痛いもん。本当にむせたら終わり。もう最初の初っ端の一すぎてもうむせた。俺はもう諦める。これでも1分35秒って結構早いと思うよ。もう見て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 、涙目。てか唇赤っ。辛いもん。
やばい、痛い。でもね、見た目そんな辛そうじゃないけど、もう一口目いっちゃう。そうね、そうね。最初一口目美味しくなかった。美味しかった、普通に。はい、ということで、僕の記録は1分35秒でした。まあ、1分35秒超える方は挑戦してもらって、ただ、辛いんで、後々の責任はご自分で取ってください。これマジで辛いよ、本当に。やばいよね、これ。はい、ということで、横山のユダイとマサクでした。次の動画でお会いしましょう。せーの、水銀。そんなら、このビデオが面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。あ、それと、ツイッターとファンクラブもやってますので、よろしくお願いします。